中村翔成選手が今後キャッチャーとして活躍するにはまず今の機会をものにして打ちまくるっていうのが打ちまくればいいんです。本当そうです。僕なんかでもそうですよね。やっぱりカープ達川さんって絶対的なキャッチャーがいて、そうですよね、それはゲームなんか出れなかったですよ。もう1軍と2軍行ったり来たりですよ。それも1軍やっと上がってきたと思ったら本当になんていうかな、1打席立たせてもらえるか立たせてもらえないか、また2軍でしょ。もうそれの繰り返しやったんです、ね、それがやっぱりある時代打誰もいないからって左ピッチャー投げてて、まだ回が浅かったからその切り札使えないから、たまたま5回ぐらいに誰も行くもおれへんから、おい兄ちゃんお前代打行ってこいって言われて、たまたま2アウト1塁2塁で代打行ったんですよ、はい、1対0で負けてる時に。負けている時で、その時も初球バーンと高めのまっすぐ空振りですよ。ほんだベンチからもう怒ってるわけですよ、コーチとか、おらーってボール振らーとか言って、もうすげえ怒られてるんですよ打席で。僕やだやだ。で次また2球目も同じまっすぐまた空振りですよね、はい、自分じゃもうすごい打てる思って言ってるんですけど、それがかすりもしないんですよ。であかんなって思ってたら、もう人からすごいですよ、ヤジじゃないんですよね、もうこらこのクソバカーとか言って思いっきり言われてるわけですよ。その自分じゃストライクや思って振ってるけど、これ裏やから見逃したらボールなのかな、でもうすごいですよね、あかんこれまた終わったら2軍やなって思ってて、まあとりあえず振って帰ろう思ったら次当たってホームランになったんですよ、びっくり。本当に同じような球で同じようにガーもう空振りやろうなってガー振ったらホームランになって逆転スリーランでしょ。逆転スリーラン、それでその日勝って、いやもうねむっちゃ嬉しいじゃないですか、初ホームランやったし、はい、で次の日に球場行って、次の日もまた左ピッチャーやったんです先発、はい、だから当時のヘッドコーチによし、おい今日はもうお前切り札やからな、なるほど、急にそれまで傘扱いやったのに次の日いきなり切り札やからなよ、いきなりここぞいう時はちょっと裏で体を動かして代打準備せよって言われて、ええからって言われて、もう扱い180度かって、でその時にあここで打てば俺の人生変わるな思ったんです。今日絶対打たなあかん、昨日のはまぐれで終わっちゃう、今日打てへんかった、なるほど、そうでまた負けてる時に代打で行ったんです。また負けてる時に、負けてる時に代打で行ったんです、はい、代打で行ってタイムリー打ったんです。センター前打って点入ってチャンスをまた戻したんですか。で入ってランナーに出てそのままあ誰かのヒットかなんかでホームインして、で逆転したんですよ、で勝ったんですよその試合も、もうその2打席いうか、まあその1打席ですよ、そこで人生変わった。もうそれからあのオールスター休みになって、そのオールスター明けからお前あの外野とかもできるやろ、その、はい、あの外野守れって言われて、で左ピッチャーが先発の時はスタメンで出れるような、ライトとかサードで、なるほど、あ外野手と三塁手やってましたもん、あ、うん、だからやっぱり、はい、打たなあかんのですよ。だから中村も今回いいチャンスもらってるから、はい、あれもうガンガンもう誰もが認めるぐらい打てば間違いなくキャッチャーでまたレギュラーでっていうケースも出てくるし、いやなるほど、うん、そうやってゲームに出てくればリードっていうのは絶対上手くなっていく。それはやっぱり細かいことあるんですよ、ーリードもあの話せばいろんなことあるんですよ。僕よくあのファンの人、ファンの人じゃないか、指導者の人とか子供によく言われるのは、はい、サインってどうやって決めてるんですか、うーん気になりますね、何を根拠にその出していってるんですかってよく言われる、はい、でこれは何を根拠にっていうか、やっぱりキャッチャーって、はい、その試合前にもう相手のデータであったりそんな頭入ってるわね、さすが相手が、はい、あのこのバッターはどんなこのピッチャーとこのピッチャーとどんな感じかっていう、そういうことか、でどこ強いのかどこ弱いのかっていうのはそんなはもう頭入ってるわね、はい、もうずっと年間何回も対戦するから毎年のように対戦するから、はい、もうそういうデータっていうのは大体頭に入ってる、はい、でなおかつそこへスコアラーから報告来るでしょ、直近5試合か10試合ぐらいの報告が試合前に来てるんですよ、はい、でバッテリーでミーティングするし、みんなでミーティングする、でその時にバッター1人ずつ、あこのバッター今状態いいですよと、でこういう球よく打ってますよって、ほんでこういう初球からファーストストライクはほとんど手出してきてるとか、まず初球は絶対打ってこないです、まず見てきますからとか、いろんな報告来るんですよ、でこの人はセーフティーバントしてくるケースが多いですよとか、こうこうこうって、そういうのが全部もう
入ってくるんですよ、はい、でそれは頭入ってますよね、頭入れてる普段のデータとそれが頭入ってる、そしたらもうそれを元に試合行くわけですよ、はい、で行ったらまあ最初に気にするのはまず球場の状態ですよね、やっぱりそうなんだ、あの風とかですよね、どんな状態かっていう、ドームなら何も気にしないですよ、あ、まあ、ドームで考えることを言ったらここはホームラン出やすいのか出にくいのかいうぐらいですよね、東京ドームだと意外とホームラン出やすいでしょ、なるほど、福岡あのソフトバンクのとこなんかやっぱり前はあのラッキーゾーンみたいなのない時は広いからなかなかホームラン出なかったし、そういった部分だけですよね、だからそういう最低限のことを頭入れながらまあ用意どんでいくけど、試合始まってさ初球にいきなりフォークボールなんかサイン出さないですよね絶対、うん、まずいきなりフォークボールから入るかというとそれは入らないですよね、まあ普通で言えば大体外の辺にまっすぐか変化球かどっちかぐらいですよね、だから気持ちとしては要するに初球っていうのは何考えてるか分かんないんですよ、相手のバッターがどういうふうな感覚で来てるかどういう動きするかとかも全く分かんないんですよ、だから分かんない状態で行くからその過去のデータはありますよ、はい、あるけど分かんない状態で行ってるからもう探りながら入っていかなしゃあないんですよ、だから大体がやっぱりそのいきなりこの辺投げろとか言うかいったらあんまりいかないですよね、どっちかって言ったらやっぱり外の辺でボールになってもいいよいう感覚で様子を見に行くんですよね、まっすぐなりスライダーなり変化カーブなりで様子見に行って、それは別にボールになってもいいんですよ、バッターの動き見たいんですよ、動きを見るんだ、その動きっていうのはバッターの本当にバッターがこう構えてるじゃないですか、はい、この構えてるちょっといいかな、ありがとうございます、トップの位置からキャッチャーが取る時までにこのトップの位置から一瞬動くんですよ、ちょっとやっぱりそのボールに反応するんですよ、位置から動く、なるほど、このトップの位置で、このトップの位置で止まったまま 見逃すやつっていないんですよ、絶対このピッチャーの投球フォームに合わせてタイミングを取ってそこからこう内に入ってくるんですよ、その内に入るときに全く打つ気がなかったらこういうふうに止まってるようなやつもいるけど、打つつもりで来てるやつっていうのは絶対トップからちょっと反応するんですよ、体が絶対に、ここのちょっとしたこの動きをキャッチャーここで構えながらボールを見てるこの視界に入ってくるんですよ、この動きが必ず目線の中に視界に入ってるんですよ、それを見てるんですよきちっと、それでその来るボールに対してここの動きが合ってるのかどうか、合ってるのかどうか見てるんですか、見てるんですよ、そしたらそれを見てすごい、であこのタイミングで来ていれば間違いなくもう一球同じ球来ても打てないって判断したり、あこのタイミングはおかしいぞ、これはなんていうかな変化球一本で待ってるぞとかね、あこれもう一球まっすぐ行ったらやられるぞとか、今のタイミングはもうバッチリあってあれ今ちょっと入ってたらやられたなとかね、それを感じるんですよここで、なるほど、はい、であともう一個大事なのっていうのはね、2つもあるんですか、いやそこを見ながらやってるけど、あとそれで要バッターがこう構えるじゃないですか、はい、その時にキャッチャー要こうサイン出す前にこうやって言って足元からじーっとこうやってようみんな見てるでしょキャッチャーって何の意味があるんですか、テレビでこう映るじゃないですか、わかりますわかります、よこう足元見てこうやって上までよう見てるでしょ、はいはいはい、キャッチャーって何見てるんですか、あれってもちろんバッターの動き見てるんです、動き、バッターの動き、はい、何かヒントないかな思って、ヒントを探すのか、何かヒントないかな思ってね、その見てるんですよ、はい、けどプロのバッターで、プロのバッターってほとんどもうここのルーティンに変わるやつっていないです、もうみんなこの足場を自分の足場きちっとこうして、で大体もうそれで大体打席立ってこうワグルしながらパッと構えるっていうような状態です、はい、いろんな一郎だとこうやるんかな、ね、なんかその一郎もあれ変わらないでしょ、もう全部やってること一緒でしょ、ね、みんな一緒でしょ、はい、ほとんどのバッターってそうなんですよ、大体足場気にするやつ足場きれいにこうして、はい、しながらこう徐々にこういう風な形で立つとか、もうみんな大体動きは一緒です、はい、もう変わるやついない、で急にバット短く持ったりってそんなやついないですプロ野球に、だからもう全く一緒なんですよ、何のヒントも正直見ててないんですよ、今日何をやって見てるかって言ったら必死で考えてるんです、この中を見ようとしてる、この中を、深い、このバッター何を考えてるのかな、どういうふうに思ってるのかなっていう、それをだから
キャッチャーって必死で見てるんです。だから見えないもの、見えないじゃないですか、この何考えてるか。その見えないものを見なきゃいけないんです、キャッチャーって。それが難しいんです。難しい。それがキャッチャー一番難しいところなんです。けどキャッチャー、いいキャッチャーっていうのはその見えないものが見えるんですよ。それがいいキャッチャーなんです。それで判断していくんです。それとここのこの動きを見る中で配球っていうのは決めていくんですよ。ちょっと奥深いでしょ。結構どうですか。見えないものを見るっていうキャッチャー心理はすごいですね。突き刺さりますね、私にとって。そうなんですよ。ここでちょっと振ってください。でそれでここがグッとこう動いたりするの、この動きです。このちょっとした動きがこの来るボールに対して、ボール投げますよね、こっちで。ボールが来るに対してこの動きが合ってるのかなっていうのがこの視界に絶対入れてなきゃいけない、その動きが入ってるんですよね、自然と。だからランナースチールもそうですよ。こうやって受けながら、はい、視線の中にランナーの動き入れてるんですよ、こっち。ここの球を見ながら。でこれがピュッと動いたことによって、あ、走ったっていうのが分かるように。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。